コントローラーとしてのミディキーボードと PC のキーボードのどっちを手前に置くかなんだけど、この音楽講座、前回天板の高さが614で決まったんで、その机に何乗せるかっていうことにつきまして、まずコントローラーとしてのミディキーボードと PC のキーボードのどっちを手前に置くかなんだけど、ミディキーボードを手前にする場合は、その奥側に置く PC キーボードの使い勝手として、床からのサイズを追っていくと、僕の場合、ミディキーボードの天板の下の位置を550にしなきゃならなくって、それだと膝が当たっちゃうんで、ギリ高くしても575。だけどそうするとなんか PC のキーボードを乗せる天板が750になって、ちゃうんでね、それってなんか首痛めちゃうし気分乗らないんで、でその逆の PC のキーボードを手前にする場合、これならモニター位置との関係の中でミディキーボードについてるつまみとかフェーダーとかの高さを見た目そんな気にしなくていいよって好都合だし、本気でリアルタイムのミディ入力をする鍵盤は別のとこに置いとけばいいんで、 PC のキーボードを手前にする方が今は正解、僕の場合だけど。そのミディキーボードについてるつまみとかフェーダーとかって言っても、ここで割り当ててるのは、スピーカー音量、クリックオンバランス、ヘッドホン音量の3つ、それをトータルミックス FX にミディのチャンネルコントロールで信号として送ってる。そのためのフェーダー3本だけ。アナライザーは別で走ってて、スピーカーの音量とクリック、で、あとは、まあ、ヘッドホンのボリュームの3つ、まあそれだけ。 DAW とかのマスターの後ろのアナライザーとかのその後ろのところで外付けされた DSP で走ってる卓のフェーダーに直接刺すってことが大事で、専用のなんかリモートコントローラーとか置かないで長い時間やるんだったらこの3本はマストみたいな。ここで言うと残りの6本はちょい違う時に使うんだけど、むしろ残りは6本にしとくっていうことが LCR 的な操作的に生きてくるっていう感じ。奥側のミディキーボード位置をギリまで低くするために、その PC のキーボードは限界まで薄い方がいいんだけど、薄いキーボードは大体タッチが気持ち悪いよね。ちょい前まで使ってたのはロジクールのこれ。これはタッチが静かなんで、オーケストラとのリハ中とかにも叩いても大抵問題ないし、重さも素晴らしいし、何よりまあ真のマック配列っていうのなんで、ほぼほぼキー自体見なくてもブラインドタッチ的に仕事がはかどるし、現場には大体これ持っていくんだけど、うちで使う分にはもっと叩いた感じの刺激が欲しくなる。で、今使ってるのはキークロンのこれ。これはなんかメカニカルで、まあかつ薄くて、まあこれはなんかほんと素晴らしい。だけどなんかマック配、英語配列っていう割に、テンキーの配列が違うんだよね。これがなんでだっていう大問題で。テンキーの一つが少ないことで、ショートカットをどう配置し直すか、大変更が必要になる。だけど、それでも今のところこれに変わるものはまあ知らないなっていう。どっちにしてもあのひらがなインジって邪魔なだけなんで、US 配列。UK 配列のは似てるんだけど、ポンドとかユーロとかインジが邪魔なんで、今のところ US 配列。なんかやるときって、目はモニター見てて、PC のキーボード見てないんで、っていうことは狙って、位置に見てなくても指が直行されるべく、矢印キーと点キーも乗っかってるフルキーっていうのを101キーっていうのかなが必須で、かつところどころキートップが外れてる方がむしろ操作時の直行スピードが増量するんで、ロジコルの方もこれも使わないキーは買ったらすぐ外す、ない方がいいんで。机の天板の高さが決まって、PC のキーボードの高さが決まったら、次はミディ鍵盤の高さをギリまで攻めるっていう。まあ、低ければ低いほどさらにその奥側のモニターの画面を低くできるんで、そのミディキーボードについてはあれです。サンプルとかはめていったらどの道鍵盤足りなくなるんで、オクターブスイッチとかは大体どれもひどいし、なんでまあできれば最初から128件のキーボードを置きたいんだけど、そんなの売ってないんで妥協して最低88件。これで言うと、鍵盤の下に5ミリの突起があって、そのついてたゴムはまあ全部取っちゃって、シンナーで洗う。で、そうすると残りはネジの突起高だけになるんで、そのネジ頭の1ミリ弱はむしろ後付けするゴムの板で、
まあ、吸収させるってことね。キークロンの方のキーキャップリアの高さ26ミリを基準に下に潜り込ませる部分のみミリ鍵盤を乗せる鍵盤をくり抜いて、すり込ませ時の移動用に1ミリのマージンを加えた高さ27ミリのミリキーボード台を作って、ネジ頭高さの吸収用に 0.5 ミリのゴム板を貼ると。結果、机の鍵盤が614にミリ鍵盤台が27で、キーラボの発見までが47で、足したら688ミリ。床からミリキーボードの鍵盤までの高さは688になる。これは本当素晴らしいですね。ここまで合計しても、売ってるピアノよりも低い。というか、必ずそうすべきつうか、僕の価値観がそうだっていうだけで、まあそうしたかったらそうすればいいよねってことですね。これは音楽を作るツールの話で、見るのはモニター。だから PC のキーボードとかマウスとかは見なくても操作できるように設置位置もショートカット設定も仕込むと。まあ活かしたドラマーは客席から体が見える。別に画面を見て叩くわけじゃないんで、ドラム自体は低くてもいいってことですね。ピアノも同じく見るべきものは鍵盤じゃなくても楽譜なんで、鍵盤の位置は低くて良いのに、大体にしてピアノの鍵盤位置っていうのは高すぎる。だから電子ピアノの方は足切った。2.2 センチ。ここでの22ミリはでかいです。視界が変わるっつうの。まあ、生ピアノの方は足切ってないです。補助ペダルつけてるんで。